日本関東地方神奈川県横浜市西区西区は横浜市を構成する18行政区のうちの一つである。西区の中核駅である横浜駅及び港未来駅周辺地区は中区の管内地区とともに横浜市における都心である横浜都心に指定されている。1944年に中区より分区して誕生した。 市内では東側に位置するが、中区から分離した際に、中区の西にあることから、西区と命名された。臨海部の横浜港未来21地区の埋め立てにより面積は拡大したが、横浜市18区の中で最も小さく、人口も最小であるが、人口密度は南区に次いで2番目に高い。中心部から海側にかけては、商業地だが、 その他の地域の大半は住宅地である。中央部を流れる片平川流域近辺は平地で近辺を東海道線や国道1号なども通過しているが、最北部と最南部の内陸側は高台となっている。住宅地である境の谷の一部と西戸部町一丁目の一部が崖であるため、大雨による土砂崩れの危険性が高く、即時避難指示対象区域に指定されている。 巨大ターミナル駅の横浜駅が位置しており、駅周辺は市内最大の繁華街を形成している。横浜駅西口は雑多な飲食店街が広がっている。横浜駅からから港未来21地区にかけて、大型ショッピングセンターやデパート、高層オフィスビルが立ち並び、館内が位置する中区とともに、横浜市の中心的な区として機能している。横浜駅 南西口方面には横浜家系ラーメンの元祖である吉村家をはじめとして豚骨ラーメン屋が多数存在しラーメン激戦区にもなっている市内では東に位置するが中区から分離した際に中区の西にあることから西区と命名された西区内では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている 横浜駅や港未来地区を有することから、横浜市の商業中心地となっており、大規模店舗などが多数所在する。横浜市18区中、小売業売上は1位、卸売業売上は2位と、商業では市内トップであるが、工業は事業所数、従業員数ともに17位と少ない。農業は皆無である。バスタクシーターミナル。ありがとうございます。